こんにちは、デレシキッチンです。今回はパスタグラタン作っていきたいと思います。まずは熱したフライパンにバター溶かしていきます。鶏肉は胸肉でももも肉でも構いません。玉ねぎ4分の1、しめじ4分の1パック分入れていきます。ある程度炒まったら小麦粉大さじ2分の1杯分加えます。続いて牛乳 100cc、 コンソメ2分の1個分加えて、ある程度煮詰まったら耐熱容器にパスタ1人前を入れて、そちらの上にホワイトソースを乗せていきます。チーズをお好みでトッピングしてください。最後に卵1個割り入れたら、トースターで5分から10分焼けば完成です。参考になったらいいねかシェアお願いします。本日のデレシキッチンはここまで。バイバイ。